さあ、ポケモンハートゴールド続きやっていきましょう。いよいよね、鈴の塔を攻略って形になるんですかね。あれ、鈴の塔はどこでしたっけ。確か虹色の羽があって、一番上の屋上のところで何もなかったんで、そこを攻略ってことですね。こっちの塔じゃなくて、あれどこだったかな、この間行ったばっかなんだ。すぐね、記憶力が。エンジュの塔は合ってると思うんですけど、こっからか。これジムでしたっけ。あ、ここか。あ、そうね、この方を呼び戻すってので、方が来るってことかな。舞妓班からもらいましたから、で、法が来たら、マスターボールで捕まえろってことを言いたいってことですよね、きっと。ちょっと深読みしないといけないんで。プロレス好きとしては、鈴といえば鈴木鈴ですか。あ、ここって確か、めんどくさかったんでしたっけ、登るまでに。こらったらったら、ヤドンかウリブがレベル上げるのにちょうどいいのかな。勝てるんですけど。あー、合わないのか。あー、まあまあまあ。波乗り入れたら結構入るか。うん、経験値も全然もらえねえな。楽に勝てればいいですけどね。とね、レベル上げもしながら。チーム力を上げたいですからね。まあ、やられてもいっちゃいいんですけどね。ああ、正直回復アイテムは使いたくないな。全然じゃん。ウリムはどうなん。サンダースにね、ものすごい活躍見せましたから。ちょっとちょっと、ちょっと、全然じゃん。ダメじゃねえか。相変わらず暇そう、ポケモン勝負。なんか結構、僕の目指しポケモン見られるから勝ちな勝負になると思うな。結構なんか、こういうの多くなってきましたよね。どこどこで戦おうぜってのが。リッキーリフか。もうヤドンとね。言ったら戦力は2個ないのと一緒ですから。どうでしたっけ、これ。ああ、覚えてないな。まあ、登るのが大変だけど。まあ、やるっきゃないわね。ギャラドス一本ってわけにはいかないですかね、いつまでも。あれ？わかりづらいね。
文句しか言わないわね。どうだったかな、あんま覚えてないんですよね。とにかく階段の上を登って行っときゃいいよね。こっちじゃないか。結局こっちじゃない。ゴールドスプレーしたらこの塔の中でも効くんですかって。まあでも戦っても別にレベルが上がるからまあ行っていいんですけどね。リッキーもねレベル上げたいですから。うん、これじゃただ帰ってきただけか。いや、いいのか。あ、こっちで、でこれ下行って右だったっすよね。確か3択なんですよね。これ右行くんだったかな。なんか間違ってたような気が。右じゃなく下だったかな今のは。覚えてない。下っすよね。あれ、これってこっちで上がってきたんでしたっけ。いや、ああ間違ってたのか。やっぱさっきのとこは余計なことしないで、なんかこうめっちゃめんどくさかったの覚えてますね。ちゃんと一回覚えときゃこんなめんどくさいことしなくて済むんすけどね。でここは横じゃなくそのままか。ああ、二択を間違えしまった。ああ、ここどうだったかな。さっきのところが一番めんどくさかった記憶があるんですよね。全然覚えてないから。なんかポケモンなのに集める楽しさを全然最近やってないですからね。相手が持ってるポケモン見ていいなって言ってるぐらいですよ。下が正解だった。めちゃめちゃカフェオレ飲みながら、まあ、紅茶ラテか楽しんでおりますからね。
これに乗ったらなんかこう戻れるみたいなんですよね。一回これ登って結局登れず戻ってきたからめっちゃ無駄な時間でしたからね。そういうの考えた。下行ってここだと戻るだけだから。微妙、ほんと。一回クリアしたとは思えないな。記憶力がいいゲーマーの人だったら全部覚えてんでしょうね。やっぱ将棋するんで、将棋した人たち、将棋のプロ棋士って、過去の盤面覚えてるって言いますからね。羽生善治さんは、まあ衛星7巻ですけど、すごいのは、2面同時に頭でできる人ですかね。脳内将棋って言うんですけど、盤面を見ないで頭の中だけで将棋をするっていうのがあるんですけど、2つ同時にできる人ですかね。2つ同時に盤面を思い浮かべて、で、それで将棋をさせると。だから、2人と同時に盤面将棋はできるっていうの。どういう脳みそしてんのと。脳内将棋するだけでもすごいと思うんですよ。6年目隠し将棋なんですけど、それを2つできるんですよ。2つの盤面を覚えて、で、相手の2つの盤面もなってるから、3つですよね。3つ。だから4つ同時方向になるのか。来た。前後半切って。前来た時何もなかったっすもんね。ってことは、もう一回リッキーで。そうだそう、ここが鳳凰を迎えるところ。うちらが毎日修練を積んできた踊りとアンさんに預けた透明な鈴が、なるほどね。踊りも必要なわけだね。大空を舞う方が再び舞い降りてくる。これで多分捕まえるチャンス1回なんですかね。お。紅葉じゃないですか。政治家呼ばないと。政治家、盆踊りって票を集めないといけないですよね。今にして思えば僕大変だと思うんですけどね。夏祭りに行って、政治家がなんか盆踊りを踊ってるのが仕事かよって言いますけど、大変ですかね。まあ正直、政治家の人たちよりも、接待する周りの人の方が大変な気がしますけどね。来た。おお、来た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 。これ一番最初のムービーの、が、鳳凰だったってことなんですね。これが伝説のポケモン。何回か会ってるけど、タイスの初、おお、かっこいいじゃないですか。喋れんのかな。おお、喋れはしないか。で、あれこそは鳳凰、この地に、だからこう結びつけてて、大きい虫取り網かなんかグッとしないと。空の守り神。これまで何人もの人が挑戦しながらも果たせなかったことが、ラブカハンの心と透明な鈴が響き合って、とうとう出てきは、あ、だから今まで、こう、出てこいって言ったけど、出てこいやしてたけど出てきてなかったってことですね。ほうはアンさんのようなお方が現れるのを待ってたんと違います。なるほどね。勇者ってやつね。じゃあ行きますか。ショーって言うんだ。曲調。強いのかな。45! これってどれくらい削ってから、痩せの方はプレッシャー。どれくらい削ってからマスターボール行きゃいいんすかね。大文字。お、いいじゃん。これ結局回復されたらだるいっすからね。これ、わらとそうなってんのかな?聖なる炎。あー!そらそうだよね。12も違うんだから。だから、結局、ギャラドス勝負するだけだから、ちょっとなんかこう、あー!
なんかデバフでも入れれればなと思ったんですけど、弱点もわかんないですね。一発はやめてほしいけど、そうそう、ちょっとでもね、日差しが強い、日差しが強いとどうなるんだ、日本バレ、日差しが強いと、ああ、もしこれで勝てなかったらレベルを相当上げないといけないですね。だからギャラドスがどれくらいできるか次第ですよ、結局は。チクちゃん原子の力いくか。あ、いいね。おー、見つけた。これはもうアイテムで回復していった方がいいね。これって捕まえた方がいいんですよね。これってマスターボールをどのタイミングで使うんだい？もうちょっと削った方がいいんですか？赤まで削った方がいいんですかね？ちょっと赤まで削るか。耐えてよ。うーわ。はあ。すぐこれっすわ。あと少しね。赤になってから使うのがベストかなーって勝手に思ってんすけど。よしよし。うわ、倒せな。もうバカ野郎。これでダメなんすよね。やり直しか。これでダメなんすよね、捕まえないと。やっつけちゃったよ。やり直しか。でか、アンさんのお考えならうちらの方か。あ、やっぱそうだ。なるほど。やばい。やり直しは。捕まえろよって、空気読めよって思ってんですよね。いや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 。あかん。やり直しや。レポートからやり直さないといけない。さあ、続き、というか、戻してきました。ゴールドスプレー使ったら、5分もかからずね、ここ戻ってこれたんで。やっぱ赤のラインまで削ってから、ボールかなとは思ってるんですけど、半分のラインとかでも使っていいんですかね。もう、容赦なく、ドスって、プレッシャーがあるんだね。まあ、まず雨子って。その、日差しが強い対、こう、雨が降ってるってなるとどっちが強いんですかね。そか、ギャラドスこんな強いんだ。よしよし。おお。終わりだねじゃないですか。赤のところまで来て、マスターボール使ったら一発ですよね。秒っすよね。こんな簡単なことやったと。やったぜ。これは最高ですね。ギャラドス禁止されたらもう泣くけどね。これはもう即戦力中の即戦力ですね。虹色なんだ。で、炎と飛行。重さ200キロと3点。七色の見事な翼で世界の空を飛び続けると神話してられるポケモンね。ついに伝説のポケモンまで仲間になったんですね。これ使っていいんですもんね。これマイコハもお喜びでしょ。このために踊ったようなもんですかね。ほう、この場所に呼び寄せてみただけやなしに見事自分のものとして。一回目は安けだけどね。ほんで見事、
と砂はもうこれ以上うちらから言うことあらしまい。これから先の旅は安城置き張りやすか。本当は一回やらつけたけどね。宇津木さんのところに戻んないといけないのか。ちょっと法を使えたよね。そう、ギャラトスもいて、法王もいたら、もうクリアじゃねって言いたくなりますけどね。めちゃめちゃ強いから。法王な、法王入れないと。まあ、ちょっとした縛りプレイをしたくなる人の気持ちもわかりますね。法王連れて歩いたら、なんぞお主は、って言われるんですかね。法を連れてポケモントレーナーの夢なんですよね。伝説のポケモン。これギャラドスが伝説のポケモンまでありますけどね。ちょっとね、法を即法を速報。これはテンション上がるよね。ヤドンはちょっと入れとこうかな。なんでって言いたくなりますけど。ほら、あれ？ほうは。あれ？ああ、来た。これはすごいでしょ。舞妓ハンニー。ここまで成長しましたよっていうのを見せるか。確かにね。うちらの期待と答えた。もし今回のことでアンサーも何か得られたなら、そのお礼をうちらでなく、ポケモン G 班とうつぎ班。ポケモン G 班って誰だ？うつぎ博士と大木戸か。めちゃくちゃ法を見せびらかしたくなりますね。でもこういうことするから煽り運転とかあるんですよね。どうだってマウント取り出すからダメなんですよね。強いからじゃなくて、一番愛情があるポケモンに行きたいですよね。びっくりするでしょ、法を捕まえて。ふ、お疲れ様。ちょっと、あれ？大変なことになったね。舞妓さんが何か言ってた？でも僕は関係ないよ。それとは君自身が自分の心で考えて自分の魂でやり遂げた、そういうことなんだよ。さて、これだけのことをやり遂げた君だから、ポケモンリーグもきっと勝ち抜いていけるさ。さあ、石英高原に向かうんだ。場所はわかるかわかんない。ここは27番道路を抜けて26番道路に入ったらまっすぐ来た。ん？ん？って言ったかな？ここか？ちょっとここはなんだ？ 26 番。ちょっと待ってね。27番、ここから27番を抜けて26番、27番を抜けて26番。ちょっと話しとかないと。そうね、ライバルのレッドさんに伝説のポケモン。26番を抜けて29を抜けて26か。金に物を言わせる。29を抜けて26で、そこを来た。あれ、切るやつはいないのか。
でいいのか。29を抜けて26を来た。あ、46か。じゃあ違うね。確かにレポートは書いとかね。こっちの上ってことか。ここ、ここと言ってんのかな。宇津木博士と大木戸博士。じゃあ伝説やから。やっぱさっきのもう、あ、こうか、浄土宗か。いやでもこれ浄土宗法だったっけ。ポケモンリーグに行かないといけないんですよね。ちょっと気になってるのは、最近自転車乗ってないから、自転車の存在を忘れてた。なんかここを北に行ったら、あれ、ここ行けないじゃん。ってことは上から来ないといけないのか。ここに行きたいんですよね。これ29を北に、29を26に抜けて、どこだったっけ。もう一回、ちょっと忘れた。すぐ忘れるから。石英高原か。27番道路抜け26番道路に入ったらまっすぐ来た。石英高原27番抜けたら26。石英公園27番を抜けたら26。27番を抜けたら26。27を抜けて26。これ29なんですよね。27を抜けて26。27を抜けて26。もうゴールドスプレーがないと生きていけないな。27を抜けて26。こっち29っすよね。
27抜けて26。27抜けて26。ここは？27抜けて26。あ、君はランニングシューズだね。ここは？よ、ボンぐらい。あれ？じゃあボングっとくか。なんかこのマーキングもっと上か。27抜けて26。待って、それです。あ、ここか。これ戦おうって言ったやつね。あ、ちょっとこれも276か。ほうだけど。あ、30は強いね。こっちはもっと強いけど。普通に考えたらめちゃめちゃ強いんだけど、ラッタ34なんて。鳳凰が強すぎて。あー、もう戦い、そりゃそうだよね。だってラッタ34だけいれば相当いける。これだけ負け続き、かえって気分がいいだ。マックスアップね。これで、ここは終わりってことじゃないよね。お得。それはあるあるだよね。違うとこ行けってことか。確かアラちゃん連れてこないといけないんだよな。絶対合うよね。ん、ソロロか、何の赤いギャラドス。それまで欲しいの、ラバー君、沖田博士からもらったこの学習装置と、こう、いや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 、ちょっと待って、ギャラドスでしょ？これ交換していいのか？泣くけど。あの、青いのを持ってこりゃいいか。こう、赤はダメだけど、青はいいよ。ちょっとね、じゃあ一回セーブして、青持ってきて、青はいいよ。赤はダメ。多分それでいいんですかね。